はいどうも、チェホンです。今回はこちら iPhone 16 と Google Pixel 9どっちがおすすめか比較解説していきたいと思います。それぞれ最新機種かつスタンダードモデルでね、まあどっち買おうか悩む方も多いと思うので、この2機種ですね、今回はそれぞれスペック、性能、仕様、価格を比較解説していきます。他にもね、選び方だったりとかおすすめ機種はどっちかっていうのも紹介していきますので、ぜひね最後までお付き合いください。それでは行ってみましょう。モバイル .com。それではまず早速デザインからねチェックしていきたいと思います。 iPhone 16では引き続きダイナミックアイランドデザインを採用した全面ディスプレイ、カメラデザインがちょっと変更されて縦並びのデュアルカメラ搭載となっております。結構ね色味が特徴的な感じで、カラーが全部で5色展開、ブラック、ホワイト、ピンク、ティール、ウルトラマリンの5色展開となっております。右側と左側にですね、それぞれ新しいボタンが搭載されておりまして、電源ボタン下にあるのがカメラコントロールボタン、いろんなカメラ機能の操作ができたりとか、左側音量ボタンの上にですね、新たにアクションボタンが搭載されております。これは iPhone 15 Pro とか15 Pro Max に搭載されていたものと同じもので、いろんなねショートカットを利用することができます。もちろんマナーモードの切り替えなんかもできたりします。まあ、そういったね新しいボタンがいくつか搭載されておりますので、まあ、今までとちょっと違った使い方ができるっていうのが今年の iPhone 16の魅力かなと思います。で、 Pixel 9については、今年ね非常に高級感あるデザインを採用しております。まあ、正直、まあ、それぞれねこうデザインを比べても、やっぱりちょっとな、今年は Pixel 9の方がデザインの質感は高いのかなという感じがしました。背面にはデュアルカメラ搭載、引き続き横並びのデュアルカメラを搭載しております。前面については上部にパンチホールインカメラ、ベゼルも比較的細くなっています。ちなみに背面については iPhone 16がマットでサラサラした質感なんですけれども、 Pixel 9は光沢仕上げとなっております。このあたりもね加工の違いがあったりしますので、実機を見てチェックしてみてください。 Pixel 9のカラーはオブシディアン、ポーセレン、ウィンターグリーン、ピオニーの4色展開となっております。 Pixel シリーズもね色味がいいんですよね。個人的にはポーセレンが好きかなと、いやオブシディアンも結構好きです。はい、ぜひねこのあたり実機に触れてみてください。じゃあ細かい仕様をチェックしていきたいと思います。ディスプレイサイズなんですけれども、 iPhone 16が約 6.1 インチ有機 LED ディスプレイ採用で、ピーク輝度2000ニトとなっております。 Pixel 9約 6.3 インチで有機 LED ディスプレイ採用、ピーク輝度が2700ニトとなっております。実は Pixel 9の方がより画面が大きくて明るいディスプレイを採用しております。まあ、この辺もねちょっとあの違いになってくるのかなという印象。あとリフレッシュレートなんですが、 iPhone 16は 60Hz 駆動、 Pixel 9は最大 120Hz 駆動となっておりますので、 Pixel 9の方がより滑らかなスクロール表示体験を楽しむことができます。で、リフレッシュレート、もちろんね iPhone 16の 60Hz 駆動でも、まあ、iPhone ってね結構こう 60Hz 駆動でも最適化されてるので、 Android とかの 60Hz 駆動と比べると、まあやっぱり差はあると思うんだけれども、さすがにこう 120Hz 駆動のねモデルと比べた時にやっぱり残像感が残ってる感じがするんですよね。まあ、その辺もねちょっと考慮しつつ選んでいくのがいいのかなと思います。今ね 60Hz 駆動の機種を使っている方であれば iPhone 16でも問題ありません。この辺はね注意しつつ選んでみてください。で、あと本体サイズと重さはこんな感じです。こうね本体サイズと重さを比べると、やっぱり iPhone 16の方が日常使いには僕向いてると思います。より小さく軽いモデルとなっておりますので、約 170g ですからね。 Pixel 9については約 198g と、その差約 28g と、もうこれね全然違います。スマートフォンで 28g 違ったら全然軽さ違うので、やっぱ物理的に軽い方が普段使いはしやすいと思います。もしサイズ感と軽さで選ぶなら iPhone 16かなと思います。バッテリー容量については今現状ですね、 iPhone 16は非公表、 Pixel 9については 4700mAh バッテリーを搭載しております。あの Pixel 9についてはちょっとまだレビューできてないんだけれども、僕自身すでに買っていてバッテリー検証を終えてます。で、去年のね Pixel 8よりもバッテリー持ちは良くなってるので、まあ普通に1日使える感じです。で、16については去年モデルからどうやらバッテリー持ちがね伸びてるようなので、はい、まあそんな感じでどちらもバッテリー持ちはそこそこいい感じなんじゃないかと思います。チップ制度については iPhone 16が A18 チップ搭載で、 Pixel 9が Google Tensor G4 を搭載しております。基本動作についてはもちろんねどちらも快適なんですけれども、ゲーム性能についてはもうあの Pixel 9と15の時点で15の方がやっぱりゲーム性能高かったんですよね。なのでおそらく今年、16かなりゲーム性能に力入れてるみたいなので、ゲームをやる方は iPhone 16を選んだ方が僕はいいのかなと
思います。はい、でメモリについては、iPhone16 非公表、 Pixel9 は 12GB となっております。内蔵ストレージについては iPhone16 が 128GB、 256GB、 512GB を採用しております。 Pixel9 については 128GB と 256GB モデルになっておりますので、まあこうストレージの展開を見る限りはですね、 iPhone16 の方がより大容量のねストレージを選ぶことができますので、まあ、こういった点はすごくね iPhone にメリットがあるのかなと思います。ただ Pixel9 もね 256GB 選ぶことができるので、おそらく大半の方は 256GB あればまあ問題ないんじゃないかと思います。注意すべきはね、どちらも 128GB で、最近ね一つ一つのアプリがね結構大容量だったりとか、写真とか動画を多く撮る人なんかはね、まあより大容量なモデルを選んでおいた方が安心です。ぜひね購入する前に今使ってるスマホのストレージどれぐらい使ってるのかっていうのね考えつつ選んでみてください。でどちらもですね外部ストレージは非対応となっております。ここだけ注意してください。スピーカーはどちらもステレオスピーカー搭載です。音については Pixel 9ね、従来機でね、スピーカーの音良くなってましたね。で、iPhone のスピーカーもともとね、いい感じなんで、今年のね、iPhone 6でもきっといいはず。はい。どちらもステレオスピーカーを搭載してるので、ゲームとかね、動画鑑賞には、まあ最適かなという感じがしております。はい。じゃあ、続いてカメラですね。iPhone 16、デュアルカメラ搭載。4800万画素の広角、1200万画素の超広角を採用しております。2倍のクロップズームだったりとか、最大10倍のデジタルズーム、あとはマクロ撮影にも今年対応しております。新たにですね、空間ビデオ撮影に対応してたりとか、さっきもね、本体デザインのところでお話したカメラコントロールボタンを搭載してます。カメラコントロールボタンを使うとですね、ズームができたりとか、写真撮影ができたりとかね、まあそういった便利な使い方ができます。Pixel 9については、デュアルカメラ搭載で5000万画素の広角、4800万画素の超広角を備えております。Pixel 8からですね、超広角が強化されまして、より高画素な超広角を採用してます。結構ね、この超広角綺麗に撮れてたので、ピクセルのね、こう静止画撮影かなり強化されている印象です。こちらも2倍クロップズーム対応で、超解像ズームは最大8倍まで、夜景モードにも対応してたりとか、あとはマクロフォーカス対応、音声消しゴムマジックだったりとか、新たにですね、撮影者を含めた集合写真を生成できる、一緒に写る機能なんかも利用することができるようになっております。撮ってる最中も撮った後も楽しめるような機能がね、ふんだんに盛り込まれています。で、インカメラについては、iPhone 16がシングルカメラ1200万画素、Pixel 9はシングルカメラで1050万画素を採用しております。で、カメラについては、これどっちがいいっていうのはなかなか難しいですね。まあ、Pixel の本当写真は綺麗だし、iPhone の動画は性能はやっぱりね、高いと思うので、まあ、この辺はちょっとまた実機出てからね、詳しくちょっと比較してみたいなと思っております。で、その他仕様については、イヤホンジャック、どちらも非搭載です。ワイヤレス充電についてはどちらも対応しております。で、ワイヤレス充電、今年 iPhone 16は最大 25W のワイヤレス充電に対応しております。Pixel 9については最大 15W なので、ワイヤレス充電、より高速に充電できるのは iPhone 16となっております。この辺ねちょっと選ぶときに注意してください。防水防塵は IP68 対応で、生体認証は iPhone 16が顔認証対応、 Pixel 9は指紋認証と顔認証どちらにも対応しております。 Pixel 9についてはね、今年新たに超音波式を採用しておりまして、指紋認証精度がめちゃくちゃ良くなってます。めちゃくちゃ良くなってる。なので指紋認証と顔認証どっちも欲しいっていうユーザーは Pixel 9の方が僕は合ってるのかなと思います。まあ、とはいえ Face ID もかなり便利なので、まあ、この辺はね自分がどんな使い方をしたいかで選んでみてください。充電端子についてはですね、 USB Type-C コネクタ採用です。ただ転送速度については Pixel 9の方が上、より良い規格を採用しておりますので、まあ、この辺はちょっと違いがあります。写真とかのデータ、写真とか動画のデータを大量にこう外付け SSD に移したりとか、まあ、そういった時にちょっとやっぱ差が出てくるんですけれども、ちょっとだけなんか写真を写したりとか、そういうのであればさほどこれは気にならないかなと思います。まあ、だからどんな使い方をするかっていう感じがしますね。フェリカについてはどちらも対応しております。アップデートについては iPhone 16どこぐらいまで何年間保証っていうのはないんですけれども、だいたい iPhone って長くアップデートがされるので、2029年から2030年頃までアップデートが来るんじゃないかと思います。はい、まあ思います。まあおそらく来ると思います。で、 Pixel 9については OS セキュリティともに7年間となっておりますので、どちらも一度買えば長く安心して利用できる機種となっております。はい。で、その他仕様でちょっとね、ここ一番個人的には大事かなと思うんですけれども、 AI 機能について、 iPhone 16は Apple が展開する AI 機能に対応しております。画像を使った検索だったりとか、写真編集機能、音声メモの文字起こしだったりとか、まあいろんなことができるんですけれども、このね Apple の AI 機能、なんと9月20日発売時点では利用不可、かつですね日本語対応については2025年予定なんですよね。すぐにこの AI 機能、便利な AI 機能を使うことができない。
なのでここがすごくあのピクセル9との違いになってくるのかなと思います。ピクセル9についてはもちろんね AI 機能も使えます。はい。でボケ補正機能、写真を撮った時にブレてる写真をねちょっとボケ補正してくれたりとか、消しゴムマジック、音声消しゴムマジック、リアルタイム文字起こし、これあのボイスレコーダーを使ってこう文字起こしをしてくれる機能ですね。あとは編集マジックで背景をこう生成してくれたりするオートフレーム機能だったりとか、イマジネーション機能、あとはさっきご紹介した一緒に映る機能など、いろんな AI 機能をピクセル9であればすぐに利用できます。というかもう使えます。ここが一つ大きな違いになってくるので選ぶときに注意してください。じゃあ最後ね、価格なんですけれども、価格ねこれ大事です。 iPhone 16については124,800円から、ピクセル9については128,900円からとなっておりまして、実は今年 iPhone 16がなんと安い。はい、安いです。はい、これね結構ちょっと衝撃でしたね。はい、まあ、とはいえあのどちらもね12万超えではあるので、まあ、あの決して安くはないです。ここだけちょっと注意しつつ選んでください。皆さんね価格これどうします？もうほとんど変わらないっちゃ変わらないんですよね。これだったらどっち皆さん選びますか？ぜひそのあたりコメント感想お待ちしております。というわけでここまでね iPhone 16と Pixel 9それぞれ見てきました。僕が思う選び方とおすすめ機種をちょっとご紹介していこうかなと思うんですけれども、16についてはこんな人におすすめ。使いやすいサイズ感と軽さを求めている人、ゲームを快適に楽しみたい人、 Apple 製品を多く使っている人、例えば AirPods とか Apple Watch とか MacBook 系、こういったものを周辺機器として使っているユーザーにとってはやっぱり iPhone とこう組み合わせるといろんな連携ができるのですごく使いやすいです。で、あとね、最大 512GB まで選べるので、幅広いストレージ容量から選べるっていうところは、この iPhone 16の魅力です。なので、そういったところを求めてるユーザーは、僕は iPhone 16のがおすすめです。で、Pixel 9については、カメラ性能を重視したい。特にこう、AI 機能を含んだところ、AI 周りがね、この Pixel 9の強みとなってきますので、まあそういったところをすぐに利用したいっていう方は、Pixel 9のが僕はおすすめです。で、基本動作が快適なら OK。ゲーム性能はやっぱりちょっと物足りないんだけれども、基本動作についてはもう全く問題ありません。ネット検索、SNS とか、まあ、その辺だったら全く問題なので、安心して選んでいただければなと思います。生体認証は顔認証と指紋認証どちらも欲しい方、高リフレッシュレートが欲しい方、まあ、やっぱりこう16をねどうしてもリフレッシュレート 60Hz くらいなので、少しでもこう滑らかなスクロール感、あとは残像感の少なさを求めるのであれば Pixel 9の方がおすすめかなと思います。はい、ぜひね参考にしてみてください。というわけで、結論どっちがいいのか、個人的には正直結構迷ってます。はい、あのね迷う、これねなかなか、まあもちろんねまだあの iPhone 16 が発売してないっていうところもあって、まあ結論っていうところはちょっとまだあの iPhone 16 と Pixel 9、後日発売したらしっかりね改めて比較しっかりしたいと思います。ただ現時点で言えることは、ゲーム性能については、iPhone の方がおそらく上です。これあの Pixel 9 と15比べてもやっぱ15の方がよりゲームは快適に利用することができます。ゲーム性能についてはおそらくさらに強化されている iPhone 16の方が最適なのかなと思います。そのあたり求めている人は iPhone 16、 ただ AI 機能を求めているユーザーにとってはやっぱりすぐ使えるか使えないかっていう差は結構大きいので、そこを求めているなら、Pixel 9を選んだ方がいいのかなと思います。 iPhone 16 AI 機能の日本語対応がもう来年っていうことであれば、 AI 機能を求めているなら iPhone 17で僕いいと思うんですよね。そこまで待った方がおそらくいいと思うので、まあ、そう考えると AI 目的であれば今買うなら Pixel 9かなと思います。なのでそういったところでね、うまく選んでいくのがいいのかなと思います。極論を言うと僕個人の極論を言うと、iPhone と Android の2台持ちです。はい、まあ、これは予算が許せばぜひね、あのどっちにもそれぞれ良さがあるので、こう使ってみると、あ、これはこっちの方がいいな、これはこっちの方がいいなみたいなのが結構あってね、あの組み合わせるとやっぱちょうど良かったりします。はい、ぜひね体験してみてください。あのぜひ、この2機種で迷った時は自分の目的用途に合わせて自分に合ったものをぜひ選んでいってみてください。皆さんはね iPhone 16、Pixel 9どっち買いますか？もし自分だったらどっち買いますか？そのあたりコメント感想どしどし、お待ちしております。今後もですねスマホのレビューだったりとか最新情報をお届けしていきますので、ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。もしこの動画よろしければグッドボタン、いいねもよろしくお願いします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回動画でお会いしましょう。じゃあねー。